あなたの一番の親友は誰ですか。チャンネル閉じられるよ。浮気仕掛けたことはありますか。普通にしたことあるけど。アルピーチャンネル。どうもアルピーチャンネルです。お願いします。お願いします。さあ今回はですね、うん、YouTube おなじみ、はい、質問返し、なるほど、いきたいと思います。これはどっから拾った質問なんですか。なんかいろいろ動画のコメント欄とかコミュニティメールで募集した質問などたくさん来てたみたいですよ。じゃあこのボックスの中にその質問が入ってるみたいです。結構いろんな質問来てるみたいです。やべえやつとかもあるっぽいんで、時間の許す限り必ず答えなければならないっていう縛りがございます。行ってみますか。はい、まあ別にね、これやばいよ、なんか言ってんの。ちょっと行こうかな。あなたの一番の親友は誰ですか。何これ、チャンネル閉じられるよ、マジで。誰が知りたい、親友って何ですか。あ、逆にね、本当そうだね、それを問いたいわ。地元のってことかな、芸人仲間も、全部。今日はでもみんな知ってる人がいいんじゃないですか。たけし、深夜って言ったって分かんないから、うん、そっか、うん、柿本かな、俺やっぱり後輩の。俺誰だろう、何をもってして。俺だから業界友達がいないから絞られてくるから、あ、俺からじゃなくて向こうからじゃあご飯誘ってくれる人とかになると4人に絞られる、うん、タイムマシーン3号の山本、うん、宮下草薙の草薙、うん、室津吉、有吉さんその中で親友、親友、だ後輩を親友と呼ぶか先輩を呼んでいいのかの。まあそうですね、だから難しいですよね、知ってる人ってなるとね。俺親友いない。いないもんな。かいじゃあもう、うん、いやいや、山本と草薙。ほらどうなるんだよ、こういうこと聞くと。一番しょうもない質問だったかもしれない。しょうもないね、そのボックス内でいきなり、いきなりね、外れ引いたね。こんなんが一番厳しいよ、もっと厳しいやつとか。そういうのもあるんだね。こういうのはしんどいね。続いて、2人が最後にキスをしたのはいつですか。俺らってこと、この2人でってこと。どういうこと、それぞれってこと。でこの聞き方おかしくない。2人が最後にキスした、キスのさ、俺だってつい数時間前になっちゃうけど。だからね、俺なんかね、もうそういう話になっちゃうから。でも彼女とも別にセックスレスみたいになってるからな今。いやでもキスはするじゃん。いやそれがね、行ってきます、ただいま、おやすみ、マジのやつっすよね。1ヶ月ぐらい前かもしれない。キスはする。いや喧嘩しててもするしね。なんかその日出会った居酒屋の女の子とトイレ同じタイミングになってチューズの一番エロい。あれね、一番エロい。なんかお互いにちょっと、うん、気あんのかなってなんとなく分かってて、ちょっとツンツカツンツカぐらいしてて、掘りこたつの下でね、めっちゃエロいなあれで、行ったら向こうが出てきて、あの呪いあってちょっと廊下が長いタイプのトイレね、うん、で、あーってこっち見つけて、いや、いいなあんなもうやれねえ、もうやれねえか、あれ。いや、やろうと思えばやれるよ。でも狙いすぎてもあんま良くなくないですかね。そう、自然発生だもんね、あれ。そう、あのシチュエーション無理だもん。狙うともう行っちゃったか、うん、ずっと出てこないかで、うんうん、そう、狙うとダメなんだよね、うん、で、また後日会うとちょっと違ってんだよね、そうそう、なんか違うな、そうなんだよな、不思議だね、あれね。よいしょ、よいしょ。平子さんは浮気仕掛けたことはありますか。浮気仕掛けたって何。俺普通にしたことあるけど。仕掛けるって何、逆に。俺だってずっと言ってるよ、俺浮気があるよって。めちゃくちゃ怒られたんですか。まあ見つかった、見つかった、ね、うん、やっぱすごいよ、即バレ、即バレというか全バレ、すごいね、すごい、めちゃくちゃ修羅場にはなってるよ、うちは。不倫はしないけどね、単発無理だから。俺の場合、真由美を何かしらで超えるっていうのは絶対に無理だから、うん、でこれ言うとまたとか言うんだけど、いやマジでしたことあるから。そんなこと言ってとか言われるのよ、本当にこういうの言うと。今多分マジである、マジである。やばい、マジでないって言い張るやつばっかなんだから、まあ、一回こんなことまた修羅場やっとくかみたいな感じの、ね、うん、絶対にもう根底からもう終わりだとかなってない、うん、もう離れるの無理だってなってるから。向こうもないですか、まゆみさんって。これはさ、これがね、いやもちろん
ないよ、うん、今までもないんだけど、うん、なんかねどっかで会ってほしいっていうところもあるね。いやもちろんどっかに家庭作っちゃうとか困るけどもっとワンナイトぐらいの単発、うん、ほてった感じの浮気、うん、日遊びがね、うん、あるのかなって考えると、うん、やっぱ興奮すんね別にこの寝取られ好きとかじゃなくてもちろん嫌だ、嫌だからこその何なんだろうねこの感情だから。俺はすごく真由美のファンなのよ俺は、うん、真由美という一人の女性のファンで、うん、今だからアイドルが付き合ってたとか、うん、結婚発表すると離れるファンいるじゃん、うんうん、バカかと。なるほど。こっからがゾーンなんだよ、うん、そっからもうゾーンじゃん、他の人と結婚した他の男に抱かれてるってなって、うん、自分が大好きな女の人がそうなったって知ってからがゾーンなのに、うん、ゾーンの入り口でやめちゃうんだよね。あら愚かな行為よそっからが本当のファンの入り口なのにね。あなるほどね。うん、もったいないよ。そこから交尾タイムだよって。多少じゃあ単発ぐらいだったら真由美さん OK、 むしろそれが興奮材料になってるわけですか。だからもちろん難しいバランスこそこそはしてほしいけど、うん、でも知りたい、うん、境地っちゃ境地だ。まあね確かに、うん、境地だ。いやいやでも嫌だよ、もちろん嫌なんだよ、うんうんうん、でもいいんですよね。嫌だけどめっちゃいいね。でもめっちゃ嫌だでこれがだから俺の考えた抜け道、ずるい抜け道が、うん、女性と浮気これはね大変なことですよ。それはすごいね、うん、これがね、まあ、うん、まあいっかこれはもし事務所を移籍するとしたらどの事務所に行きたいですか。太田自体が我々移籍してきてるからね、うん、一回吉本行ってみたい。行ってみたいですよね、うん、吉本ってやってみたい。吉本はだって別だもんな、うん、世界がやっぱすごい、うん、巨大グループだからやっぱり。吉本行ってたらどうなってんだろう、うん、全然違っただろう。もし入ってたらフリーで事務所、さらばみたいに。昔さ移籍する時ももちろん考えたことはあったもんか、うん、でもいつもつまずく理由は名前どうしようなんだよ。あそこまではでも行くんだそれさえスムーズなら別にさ興味なんかありえない話やね、いろんな人がそういう形取ってて、これじゃあ事務所設立しました次名前が本当に大事で、狙いすぎてもダメ、狙わなすぎてもダメ、狙ってないのになんか可愛げのある程度の狙い、うん、例えばどうぞ事務所、え、さらばが 森東、うん、あいいなぁ。2人の名前でしょ単純に、うん、ちょうどいいですよね。だからそれら辺が本当は、うん、だからなんか平酒みたいなことですね、うん、酒平とか酒平、うん、なんかでも俺らは違うじゃん、さらばの感じで森東は分かるんだけど、うん、あとなんとにはオフィス北野みたいなことか、かまああえても横文字でなんかちょっとトンネルズさんとかもそんななかったでしたっけ。あああるね、なんかトンネルズさんの事務所もありますね。あるね、独立の。そういうのも横文字だもんな。確かにもうかっこいいやつ、もう照れなしでサンダーソードもういかついのかいかつくねえのかわかんないジャスティスエンブレムもうそんぐらいいったらもう、うんねえ、うん、セイントドラゴンミニ四駆いアルピーチャンネルラスト、ラスト質問よいしょ。あ、今後キングオブコントや M1 に出る予定はありますか。これだからもう予定って聞くってもうこの時点でもうだいぶ前から決めてるっていうとすごく熱い思いを持って挑むって思われたら嫌だな。いいネタできてからせっかくだし出ようっていうのはありえます、うんおうん、全然ある。あの全部が全部もう毛嫌いしてるわけでもないし、うん、シャッター閉じてるわけでもないし、いいネタないの知ってんのにもかかわらず出るのは時間の無駄じゃん、うん、落ちるって知ってて、うん、今でそういうのがトヨタとしてもあったから、うん、ありゃネタありゃ出ていいじゃんって、まあ ね, ね、うん、それがこれいけるかもって思うの、うん、あれ M1 は出れるんでしたっけ。 M1 もダメなの。今年最後、あ今年ラストイヤー、ラストイヤー。キングオブコントはないんだっけ。関係ない関係ないのか、うん、ラストだっつって出ないね。よしラストだぜっては出ない。いいのできたらね別に、ただもう試す場所もないしさ、確かにね。
いや、まあ、普通に視聴者としても完全に見てるもんなでも、うん、楽しい面白い。で自分らが3回戦とかで落ちた時の M1 は普通の感じで見れないからなんか出てないっていう目線で、ただ何個かいい漫才ができそうなあれはあるんだよな。あれちょっとタイトルだけでも聞いとく、何個か言っていくね、うん、ルイ・ヴィトン行ったことないから練習しておこう。ああいいっすね、うん、人を傷つけない漫才ちょっとでも傷つける要素があったらもう止めちゃう。はいはいはい、はい、機関車トーマスを日本の路線に置き換えたら、うん、どこの何、なるほど、ね、何線なんで。コントも何個か、うん、死後の世界は平子が司っている。改めてその質問、賞レース出るか出ないか、ね、いいのができりゃ出てもいい、うん、いいんじゃないですか、うん、出ますってやると、うん、ただあの本当にやめてほしいのは、出たとしたもしても熱い気持ちでは出てない。漫才祭り、コント祭りに、うんうん、盆踊りで踊るっていう、うん、盆踊りの踊りに命かけてる人いないでしょ、うん、祭りに出る、勝てたらラッキー、煽り V だけちゃんとね、それだけ結果残したい、マジでめちゃくちゃやる、めっちゃやりたい。逆に言うと、賞レース出ないって決めたってことはないってことですか。別に、うん、だからもういいんじゃないとは言ったけど、でもういいと思ってるし、だからいいのできたらもったいないから出る可能性はあります、うん、みんなの声援を受けてっていうのは出ない、うん、絶対に。高井さんも同じ気持ちですか。うん、そうですね。アルピーチャンネル。さあ、ということでございましたが、うん、もっと際どくていい、もっとあのもっと来いよ。お前ら。なんか逆のぬるぬる逆の際どさだから、恥ずかしくなっちゃうやつだね。変にやばいの出たもんね、やっぱ変な。うん、ね、やだね、なんか嫌な汗かきながら。ではまたちょっと機会あったら、そうです ね、あの質問たまったらまたやらせていただきたいと思いますので、はい、どしどしもう際どいのを入れてください、うん、お願いします。お願いします。あー、あー意外。あ、本当ですか。意外。何してもいいやってなる。やっぱね、あ、結構最近の最近チャンネル登録よろしくね。